ついにフェザー級無差別級トーナメント1回戦クライマックス、クラチャン57、幕張が熱く燃え上がる無差別級トーナメント1回戦、シュート、プライド、ディープ、グラチャンと戦い続ける男、桜井龍太が参戦。2019年にルクくだりに勝利し、グランドウェルター級王座に輝くが、昨年6月にベルトを奪われ、再起をかけてトーナメントに挑む。着実に実力をつけているラディック。グラちゃん随一のパワーで KO を重ねて現在2連勝中。経験と技術の桜井か、怪力のラディックか。体重差28キロのメインイベントが幕を開ける。佐山悟を師に持つ瓜田幸三が参戦。復帰戦で新と怪獣キラー秀隆と激突。大激闘を繰り広げ、あと一歩まで追い詰めた。 IGF 無差別級トーナメントに出場経験のある佐々木勝義、前回ラデックに惜しくも敗れたが、まだまだ強打は健在だ。復帰戦の両雄がこのトーナメントに全てをかける。 KO 必至の大激突、瓜田幸三 VS 佐々木勝義、フェザー級トーナメント1回戦。グラチャンチャレンジからプロ昇格した生え抜きの和田健太郎が参戦。コンバットレスリング全日本王者の看板を引っ提げて2020年に MMA 転向。圧倒的なレスリング力でプロ4戦全勝を記録した。今年ライジンに初参戦した小島勝志。ライジンでは本来の実力を発揮できず、今回のトーナメントで再起を図りたいところ。 MMA 歴10年の集大成を見せ、山梨にベルトを持って帰れるのか。小島勝志 VS 和田健太郎。新宿ミーウィー所属、戦う体操のお兄さん高橋貴則が参戦。シュートで実績を残し、グラチャンのベルトを取るためにカムバック。今年5月の復帰戦では大月大成にまさかの一本負け。北の大地からノースキングス村田俊、前線ブレイブの秘密兵器黒石海星に勝利する大金星を挙げた。オールラウンダー同士の対決は予測不可能。過去に芦田貴弘と激戦を繰り広げた男が完全復活を狙う。崎山勲、強敵たちと戦い続けてきた崎山は、昨年12月小島に完全に動きを支配され惨敗。あの戦いからどれだけ成長しているかが勝負の鍵になるだろう。所秀夫の弟子萩原和樹、ゼストからグラチャンへ影響し、得意の粘り強さで現在2連勝中。桜井マッハ隼人の弟子 VS 所秀夫の弟子の次世代マッチ、崎山勲 VS 萩原和樹。そしてワンマッチ組もボリューム満載のカードが勢ぞろい。フライ級児玉雄也 VS 宮内拓海、松井時 VS 二宮徳明、土田真一 VS 小田海人、バンタム級高橋翔太 VS 佐々木歩夢、高橋健人 VS アポロ中山、フミグローブ TV VS 杉本誠也、善次郎 VS 松本大輔、ウェルター級立野コング VS 連武館、寺石恭平 VS 今市亮太。ついにフェザー級無差別級トーナメント1回戦クライマックス、グラちゃんが幕張を熱く燃やす。